電線雷鳴の滝。ぼーっとしないで艦長、残された時間は多くないわ。アフタヌーンティーにしようか。し、艦長、声を出さないで。任務地点はここで合ってるわよね。残された時間は多くないわ。電線雷鳴の滝。アフタヌーンティーにしようか。アフタヌーンティーにしようか。まずは天慶のカード。対となるのは負傷。でも別の角度から見るとどちらも十分遠い未来を持ってる。そうでしょ？それとこの組み合わせを選んだのは他の部分を考慮したからだよ。ある映画のセリフを知ってるかな？花と葉は人を怪我させるものになるってね。さてこのカードをアクティブ化してみて。君がその力を全部発揮できるか私に見せてよ。
声を出さない。万世の風をまとい、迷いの中で歯を観察し、浮き沈みの中で羽を拾う。はっ、雷電の呼吸、早く。昔彼女とここに来ました。私にやらなければならないことがあります。行きましょう。電線雷鳴の時、しようか。その通り。何せ火を追う英傑のコアみたいな存在だからね。彼の意志とは関係なく、他の英傑と多かれ少なかれ様々な関係性を持ってる。刻印の組み合わせをいくつか考えたんだけど、結果的に私の最初の構想とはかなり違うものになった。最初は螺旋の刻印と組み合わせようとしていたからだよ。それが対ケビン武装としての私の固い意志だったから、
でも、どうやらビルビーは私の構想を却下したようだ。だから一歩譲って、彼と最も密接なつながりを持つ天啓の刻印にしたんだ。それでも、このカードの力は侮れないよ。アクティブ化してみて。これは私の宿敵に対する尊重でもあるんだ。天啓、世の乱れを燃やし尽くせ。メイ、こういう時はそんな風に空気を読まない質問をしないで。残念ながら一部の性能の設計が原因で戒律の力はいつも他の刻印と干渉し合うんだ。だから仕方なく他の刻印との組み合わせの可能性を捨てざるを得なかった。現実でもそのようだね。アポニアの運命の意図は他人を霊落させる。無事でいられるのは彼女だけさ。それでも彼女の強さは疑いの余地もない。君も理解してるはずだ。このカードはその強さを継承してる。アクティブ化してみるといいよ。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。やけどに注意ってね。いつだからみんなに分けて。やっぱり地面に足がついてる方が安心だね。マントも長くなったからちょっと慣れないや。
り地面に足がついてる方が安心だね。電線雷鳴の滝。ほっとしないで艦長。行きましょう。残された時間は多くないわ。アフタヌーンティーにしようか。お宝発見。アフタヌーンティーにしようか。アフタヌーンティーにしようか。アフタヌーンティーにしようか。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。雷鳴の滝。行きましょう。アフタヌーンティーにしようか。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。アフタヌーンティーにしようか。
電線雷鳴の時。行動開始。行きましょう。アフタヌーンティーにしようか。極光と対になってるのは群星、太陽と星。名前からして互いに釣り合う組み合わせだ。そう思わない？だけど残念。現実では朝日が昇る時こそ群星が姿を消す時だ。さて、干渉に浸る時間はここまで。このカードをアクティブ化して戦ってみて。声を出さないで。昼夜は明け、星は滝のごとく。どうしたの？まさか私が君をいじめてると思ってる？誓ってもいい。ただの偶然だよ。それに今の君はこのカードの使用者なんだから喜ぶべきだね。どう？この強い力にときめいてる？アクティブ化してみて。きっと後悔しないはずだよ。行動を開始。燃える豪華、身を削る。
苦悩無限、生涯を照らす一面の骸骨、不朽を作る。私の番だね。マントが長くなったからちょっと慣れないや。伝染雷鳴の滝、館長。昔